北口武蔵中原駅は神奈川県川崎市中原区城、小田中6丁目にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN08。中原街道もしくは吉祝郡中原町の名称から取っている。すでに商船長崎本線に中原駅が存在するため商船と連絡運輸を行う南部鉄道側が配慮して旧国名である。 武蔵を鑑賞した。なお、中原町の前身である中原村が成立する前には、駅周辺に中原という地名は存在しなかった。島式ホーム2面4線の高架駅である。主に外側の線路が本線、内側の線路が鎌倉車両センター、中原支所への出入湖線、快速の対比線として用いられる。エレベーターが設置されているが、 構造上の関係で、改札外とホームは直接の行き来ができず、踊り場での乗り換えが必要となる。またエスカレーターは、上下方向とも設置されているが、同じく踊り場で乗り換えとなる。高架化される前は上り線が相対式、下り線が島式一面二線の計二面三線だった。直営駅で、武蔵新城駅を管理している。車庫があるため、早朝、午前、午後、 夜間には、当駅が始発、終点となる電車がある。また、南部支線で運転される車両も武蔵中原駅から入出庫するほか、鶴見線の車両は鎌倉車両センター、中原支所で検査を受けることとなっているため、その際に当駅に入線し、入出庫を行う。二千十四年三月十五日のダイヤ改正から二千十五年三月十三日まで、 一部の上り各駅停車が2番線で快速の待ち合わせをしていた。また、2017年3月4日のダイヤ改正より、土休日ダイヤの一部の下り各駅停車が3番線で快速の待ち合わせをするようになったが、2019年3月16日のダイヤ改正で快速との接続は完全に廃止されたため、 現在は早朝以外に3番線を使用する電車は原則として存在しない。2013年1月24日より、川崎フロンターレの協力の下で発車メロディがフロンターレの応援歌に変更されている。2020年度の1日平均乗車人員は23,950人である。2019年度時点のデータでは、南部線内の駅では第8位である。これは、 乗り換え路線のない南部線の駅では、武蔵新城駅に次いで2番目に多く、また乗り換え路線のある稲田堤駅より多い。富士通川崎工場や富士通研究所など、富士通関連の拠点施設が近辺に立地しているため、富士通関係者の利用が多い。近年の推移は下記の通り。高架下には2011年5月30日にリニューアルした。 ショッピングセンター、ビーンズ武蔵中原が出店し、飲食店や食料品店、書店、100円ショップなどがある。改札口からは、駅前のエポック中原に直結する歩道橋が整備されている。ありがとうございます。